女優吉高由里子が主演で平安時代を生きた紫式部を演じる NHK 大河ドラマ光る君への第4話が28日に放送され、世帯平均視聴率が 11.3% となったことが29日分かった。第4話はおせちの舞姫、互いに身分を偽ってきた真宙、吉高と道長、江本だったが、真宙はついに蘇生を明かす。道長も真実を語ろうとするが、その頃円融天皇坂東巳之助の上位を知った先行吉田羊は挨拶のために謁見するが、思いもよらぬ嫌疑をかけられる。そこで真宙は驚愕覚の真実を知ることにという展開だった。道長の蘇生を知る山岳士の真帆、今熊勝也は、娘の心をもてあそぶな、ここにはもう来るな、と道長に忠告。真宙が待っている間、道長は居眠り。図らずも、自分の正体が知られてしまった上、まさか兄が真宙の母のあだだとは知る由もない様子。あまりのショックに打ち震える真宙とのギャップが際立ち、再び会った時にどうなってしまうのか目が離せない展開に。あまりにショッキングな終幕にネット上には、こんな形で三郎の蘇生を知るなんて残酷すぎる、愛する君は母の仇、きつすぎる、真宙かわいそうで予告見ただけで泣けるなどの悲痛な声が集まった。母の死を胸に抱え耐え抜いてきた真宙を襲った衝撃展開に、放送中には X のトレンドで「光る君へ」のワードが1位まで急浮上した。2人がどんな会話を交わすのか注目です。一方、道長は父の権力争いやそれに翻弄され傷つき起こる姉先行吉田羊の姿を目の当たりに刺激。今回は本郷が演じる花山天皇が即位し、そのキャラクターにネットは騒然。円融天皇坂東巳之助の上位後に即位した花山天皇本郷壮太の異様な言動などが描かれた。 SNS 上ではヤバい男という声であふれた。藤原実介、秋山隆二がクロードの塔になることを誇示すると、癇癪を起こして藤原良史懐、高橋光臣らの被り物を剥ぎ取る暴挙。当時首を切られるということは今なら服を脱がされるのと同じくらい屈辱的な経験だったとナレーションは説明する。さらに時代した藤原良子、井上咲楽の手首を縛るなど刺激的な場面が放送され、 X 旧 Twitter でトレンド入り。SNS 上では、やばい男、やりたい放題、ハレンチ、キレゲー、いい暴れっぷり、パワハラ、暴れん坊親王、癇癪親王、という声であふれた。また、花山天皇に即位した後も、井上咲楽が演じる時代した藤原良子を、よし、の感じは立身弁にし、の手を縛るシーンがあり、放送中は、性癖がひどい、これはどういうプレー議場などのコメントが集まり、奴隷プレーがトレンド入りした。